前半チームの流れが悪くて後半立ち上がり、最初のチャンスでヘディングで決めることができてよかったです。右サイドの上原くんがいいボールが上げてくれたので、頭で決めるだけのボールをくれたのでよかったです。絶対に俺自分がその試合を勝たせるという気持ちで毎日練習に取り組んでるんで、結果で少しだけですけど残せることができたのでよかったです。プリンスリーグで自分としてはもっと得点を取りたかったなという気持ちがありましたし、もっと上を目指せるチームだと思いました。これからも大学でサッカーを続けるので、そのチームを勝たせる選手になれるように日々練習頑張っていきたいと思います。最近の試合は入りが悪くて失点が多かったんですけど、今日は集中した入りができて、それがいい結果につながったかなと思います。自分のところにこぼれてくると思ってたので、そこを相手よりも早く触ったのが得点の要因かなと思います。自分たちは
やっぱ相手が強くてもうチャレンジャーの気持ちでいくので、自分たちの良さを全国に見せられるようにしっかり準備してしっかり参入していきたいと思います。最初立ち上がりからいい時間帯が続いてて、まあ、早い段階で1点取れて、そこからいい形が続いてて、で、まあ、後半それでまたそのいい状態を継続して戦うっていうプランで行ったんですけど、逆に失点しちゃって苦しい時間帯が続いた中で自分が決めて、まあ、勝つことができて、まあ、良かったなって思ってます。常にゴールは狙ってたんで、相手がそのミスするかもと思ってたんで、そのシーンを見逃さないで点取ることができたんで、それは良かったです。プレミアリーグの参入戦があると思うんですけど、来年の後半のためにも、まあ、プレミアリーグ参入を決めたいと思います。